フランスオープン大会のですね、エキシビジョンマッチとなっております。赤がフランス代表チーム、白がですね、韓国チーム。韓国チームは大学生の強い選手を集結させたチームとなっております。韓国チームのテンポ感とか、打突力の強さ、そういったところがね、見どころだと思います。この引き技。相手が避けて、その避け終わる瞬間のタイミングをずらしての引き目、相手によってね、技を変えているのが分かると思います。そしてここの返し度素晴らしいですね。反応の速さ、キレ、そういうところがすごいですね。こういったところ、細かい技なんですけれども、打突力がすごいですよね。迫力があります。技を出して崩して軌道つなげて最後ここまでね、自分が最後打って終わるんだっていうこのつなぎの部分が素晴らしいですね。先鋒戦日本勝ちとなっております。そのまま次鋒戦見ていきましょう。つなげてここも技を出してここまでしっかり技をつなげてくる。これが特徴かなと思います。早いですよね、一本一本が。振っているんですけど、ものすごく早いです。この選手は結構手元を上げて技を出すのが特徴かなと思います。こんな感じで。で、ここは、小手面で面が決まりました。ここの入りね、おそらく一歩目でこう誘ってますよね。予測して胴打ってます。一歩入って面を誘って胴打ち切りましたね。惜しかった。ここは手元を上げてたんで、それに対して小手技が惜しかったですね。なのでここは少し相手の視内を抑えるような入りをしてますね。で、小手技が危なかったので、それに対して、こう、合い後手で狙ってますよね。なので、こうやって相手を予測して技を出してるのが素晴らしいですね。つなげて、抜いて、相手の小手を抜いて、最後の面打ちを決めてます。小手が来ているっていうのを予測して、抜いて打ってますね。素晴らしい。次鋒戦も日本勝ちとなっております。さて、韓国チームが先鋒次鋒リードした状態での6勝戦となっています。ここも同じく技をつなげてきます。ここはですね、合後手面の面が決まって面ありですね。この後の入りって言って止まったところ、こういった引き戸をね、しっかりと狙っていくっていうね、こういった逃さないところすごいですよね。で、後打ち、小手もものすごく惜しくて、後打ちの面も惜しくて、審判が割れてゴールとなりましたが、決まらず、韓国チームの場外反則1回となります。こういったね、技をつなげるとき、応援聞いてくださいね。わかりますか、これ。この応援がね、やはりやっていてすごくやりにくいだろうなと感じますね。踏み込み目惜しいですね。この入り。ここは完璧の出後手が決まりました。今のつなげるところをしっかり逃さない伊藤選手すごいですね。この出後手も惜しいですね。つなげる中でしっかりと捉えていきます。ここの分かりが
こういったところで、ね、逃さないですね。伊藤選手は素晴らしい引き目が決まって、6勝戦は韓国チーム1本取って、2本取り返しての日本勝ちとなっております。5勝戦、赤フランス代表選手は中林選手ですね。菊池女子高校さんで一緒に稽古させていただきました。中林選手は相手がこうやってどん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 技を出してきたとしても、もう負けじとね、絶対負けないんだって気持ちで技を出していく。こういった試合展開が他の試合でもよく見れて、ファイターだなっていう感じですね。負けん気がすごいです。ここは相手面、旗一本上がってるんですが、一本は決まってないですね。この後打ちね、この後打ちすごいですよね。相手が打ってきた瞬間にはもう打ってるので、これちょっとつばぜり合いですかね。白のみの反則となりました。でこうやってどんどん技を出してくるときにワンポイントで対処するという方法もあるんですが、私は同じようにどんどん技を出しながらですね、相手の勢いを止めるっていうような方法をしますね。じゃないと相手ペースにどんどん飲み込まれてしまうので、そうならないように技を出しながら調整していきます。一本一本の技がすごいんですけれども、勢いが止まってきたところで技を狙っていくという感じですね。今こうお互いタイになってきてるような感じですよね。こういった感じです。相手がこう技を今まで最初は勢いでどん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 技出してきてたんですけれども、落ち着いてきたところにワンポイントで狙っていくという形。そして一本取った後なので、相手が無理に来るところはしっかり返しを狙っていく。お互い打った後つなげるところを素晴らしいですね。気がずっと繋がってます。ここで打った後、逆度打った後、こういった感じですね。常に繋がってます。置かれた後の入り、そろそろ来るかなっていうのを予測して返しで打ってますよね。素晴らしい。この置かれた後、ここの入りで、ね、右足攻めて左足にちょっと重心乗せたことで相手ちょっとだけ迷いましたよね。そういったところの出鼻面の作りね、この作りは本当にうまいなと思いました。ということで、5勝戦は2本勝ちです。2対2、本数1本差で中堅戦です。韓国チームは上段の選手ですね。でビデオで見る以上にですね、実際にはもう身長めっちゃでかくて、体格もすごい迫力があります。スピードももちろんですけれども。すごいですね。これは反応できないですね。ほぼノーモーションで伸びる飛び込みを打たれます。この小手も惜しいですね。見てください。これビデオ越しにすっごいしなり曲がってるのがわかると思います。縦面ですよ。本当にこのパワーはすごいですね。ここで飛び込み面が決まって取り返します。勝負です。後打ちが危ないですね。素晴らしいですね。この技のバリエーションも多いですね。片手面だけではなくて片手ごと打てたりとか、逆度も打てたりとか、こうするとすごく技を絞りにくいです。ここは今もろ手の小手ですね。フランス代表選手もしっかりタイミングをずらしたりとかもしてますね、はい、ここ返し度も打てるんですね。そして最後ここ自分が攻めて相手が下がった後のもろ手の小手、素晴らしいですね。逃しませんでした。ということで2対1で韓国選手が日本勝ちとなっています。さて4勝戦です。
お互いね、譲らない展開でもう面白い試合を見させていただいております。この入り、面がね、めちゃめちゃ惜しかったんですが、出後手のね、タイミングも完璧でしたが、少し外してしまいました。そしてここ、出後手が決まって、小手ありとなっています。井原選手は私、個人戦で戦わせていただきました。この引き出て、めっちゃ奥くなってて、で、そのままつなげて、円ありとなっております。赤フランスチームの日本勝ちですが、見どころしかないですね。3対3、小星1本差での3勝戦。ルカ選手ですね、個人戦で対戦させていただきました。どちらも譲らない展開の中で、どういった試合展開をしていくのか。ルカ選手はこんな感じで引き出す技もあればですね、この入り、この場合から思い切った面技、そういったところもあります。さらに、引き出してからの返しでね、もう本当に出てよし、引いてよしという感じですね。ここは攻め合いの展開になりますね。お互い探り合いながら、こうやって打った後もしっかり触れてきますからね。ちょっと今までとは打って変わった試合展開かなと思いますが、やっぱりこう後打ちってところは逃さないですね。そしてここの入り、攻め合いからの相手のですね、この手元を上げさせての小手打ち、完璧ですね。うまい。できればリードさせたくない、取り返したい場面ですね。韓国選手は冷静ですね。相手の動きを見ながら足さばき、間合いの作り方がうまいです。ということでここで時間が来て一本勝ちとなっております。4対3で韓国チームが一歩リードしての副勝戦です。フランスチームが2本取れば本数もタイになる展開ですね。大学生ですけれども、スピードとかパワー、そして攻めの強さ、こういったところが本当にすごいですよね。先生に聞きましたが、やっぱりかなり厳しい稽古をしているというように聞きました。この副勝戦って本当に難しい展開ですよね。できれば韓国チームは引き分け以上、なんなら1本取ればチームが勝ちの、ね、展開なので、そして逆にフランスチームは1本取りたいですけど無理にはいけないところで、本当に難しい副勝戦となっています。この左右の足さばきの使い方ね、素晴らしいですね。そしてこの攻め合いから、相手が手元上がった瞬間の小手を捉えて小手ありとなっています。なんとしてもここは取り返さないといけない場面なので、相手が来た瞬間の抜き逆動ですね、素晴らしい。これは相手が来ることを予測して技を出していますね。ということでここで韓国チームの勝利が決まりました。さて対照戦ですね。韓国チーム決して大柄ではないんですけれども、スピードパワー、攻めのキレ、このあたりがですね、本当にすごいです。注目ポイントですね。この振りの速さですね。そしてこの攻め、入ってくって止まるの分かります。そして攻めて打っていってもこんな感じで裁かれるとなると、すごくねやりづらい、攻めてやってて怖いと思いますね。金天相手
対してオリビエ選手は勝負感ってところがすごいかなと思います。ここぞってところで一本しっかり決めてきますね。この後地、この引き方がものすごい落としてますからね。ここの入り、グッと攻め、タイミングを変えての明治、ここから伸びてきて、つなげての小手打ち、ここはね、やはりずっと先ほどから言っているつなげの部分ですよね。打って後打ち、次、次、次っていう攻めの姿勢を崩さないところ、これがね、やっぱり日本とはちょっと違う部分ですよね。崩して技を出して、もうここまでつなげて、技を途切らせないですよね。足でしっかり反応してますね。技を出してきて、ここの中間間の小手、ここをこういったところを拾うポイントがうまいですよね。素晴らしい引き後手が決まりました。これで勝負です。試合後半になると少しね、攻め合いになってくるので、こういったところをしっかり逃さないようにする必要があるかなと思います。そしてここで時間が来て、一本一本の引き分けとなっております。お互い本当にね、すごい試合で、フランスチーム、韓国チーム、素晴らしい試合を見させていただきありがとうございました。